県は高齢者が自立して健康に生活できる期間を示すお達者度を発表しました。自治体別では男性が菊川市、女性は御殿場市が一位になりました。お達者度は65歳を過ぎてから介護を受けたり寝たきりになったりせずにどのくらいの期間自立して健康に生活できるかを示します。県によりますと、 2020年の県のお達者度は男性が前の年より0.29年長い18.59年女性が前の年より0.19年長い21.57年でした算出が始まった2009年以降いずれも過去最長です自治体別の1位は男性は菊川市で19.45年 女性は御殿場市で 22. で22.57年したいずれも住民が集まる場所で市独自の介護予防体操を実施するなど健康意識を高める取り組みが行われているということです。